私はウータイ暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪者。ウータイの本気を示すため越冬よりやってきた。英雄アバランチよ、強力に感謝する。よろしくね。いないじゃん。お迎えどこだ。うん、モーグリ。お、これをたどってこいってこと。さては、あたしを試そうって魂胆。いい度胸じゃん。大丈夫？おーい。あっちもこっちもボロボロ。ミッドガルはすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウータイが攻撃する前に壊れちゃいそう。
行くぞ。おう。え、君この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でモンスターが舞台が噛んでるなら。現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユフィ、ユフ、あら、イエスモーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ。ついてきな。お、待ってよ。ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノ州はみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも一案内はいるよ。っていうかウノ州って？ウノ州は君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここださ入って。ニュースを見る限り捕まったわけじゃない。クラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。ジェシーのピザ楽しみ。ウェッジに投げね。ビリーボート、ポルコだ。そしてナヨ。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。ん？おう。あ。あ。これ食べ物なのかい？あ、すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、死んだカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。
だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん待っててね。無理は禁物。いい？神羅ビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。ハンガー。それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、そのあたりの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラーを甘く見ちゃダメだよ。うん。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街。いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？で、酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでもダダクだよあれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほー、ミッドガルを堕落させる作戦かも。ただいま。おかえり、そのユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接憲法の指導を。あんなやつの話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいなら最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。あはっと。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。
支度が終わったら声をかけて。了解。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。ナヨ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。じいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンラのシンラによるシンラのための町だから。シンラ横暴！ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い、イラッとする。あと、匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミートガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ。私たちの敵はシンラカンパニー。ウの州と一致してるのは拠点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ、マコーロが爆発したって。あれって事故じゃないよね？アバランチがやったの。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ、難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。誰と？おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。違う、俺たちはこの後も走り続けるだろ。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコーロは彼らの仕事よ。もう挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。うん、うわぁ、セブセブが開いてない。分派の連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナヨたちは違うぞ。私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？
じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとねえ、究極マテリアってどんなもの？進路から盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、クロ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？ほら、どうすんの？子供はあっち向いてて。はい、お耳は塞いでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？おっと、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに、私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か？こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだった。行くぞ。あらよ。ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、ソノン詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのありそこない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また死んだか、死んだめ。神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。
じゃあアジトへ戻ってじいじを待とう。アイディーが揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、うん、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。下で待つ急がれたし、ジージェ予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか、嫌なやつら。ちょうどいいよ、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう、ウータイには珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。あ、ジージャだ。ああ、ちょっと待って、うん、おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。 あっちだ。先輩、必要なものがあれば町を離れるまで準備してた。ジージェってば、何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしたのかな。責任感じるな。急ごう先輩。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。何？王道。わあ、もしかしてジージャもウータ出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
了解、我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ、行くぞ。あっつけよ。ちょっと待て先輩。貴様。過ぎるんだよ先輩は。いつか身を滅ぼす、うん、それよりさ、どうやってじいじを探す？見当はついた。一度見晴らしの良さそうな場所へ出よう。ミラーだ。ミッドガルを支える大黒柱だ。だから奴らが話していた整備場はあの辺りのはずだ。なるほど。急ごう。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェ。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが、うん、
先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。ウータイ敵と遭遇、応援を要請する。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。うん、わどんなもんだ。早速だけど、これ新ナビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、7番街の噂クーパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃと。逃げたよね。今は人の心配より自分の心配。ご了承ください。
分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑だ。無理してでも乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。突入。気持ち悪い。酔うのか。立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコも列車も多分ダメだな。メルフィーって？妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下の資産には推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下、兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。ウータイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくる。巨人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、この
たたちもそうは思わない？思います。そうですね。いい笑顔。兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いてサナ、落ち着こう。私たち何しに来た？先輩すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンの子まで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。師匠だ。あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね。やめよ、こんな話。私もムカつくだけだよ。それより田舎者の話が大切ね。おしゃべりはそこまで。実験を始めましょう。まさかとは思うけど、こんなところで死なないでちょうだいね。新しい軌道感動戦闘データの収集を開始。見せてあげる。奴らの目的を探りなさい。は、さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては動きに隙がなかった。ムータイの神秘、まだお子様だけど、面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私は大間さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。大当たり！ここでマテリアを作ってるんだ。見たところ普通のマテリアだ。俺たちの獲物じゃない。でも、ぜーんぶいただきます。あのさ、その…ナヨが
言ってたの。どういう意味？この協力体制は未来への架け橋になるってやつ。俺たちとナヤのアバランチは本来水と油いつか対立することになるかもしれない。でもその時俺たちの個人的なつながりが衝突を回避する役に立つかもしれない。そういうことだ。多分だと思った。先輩が来る前に観察してたんだよ。連中リーダーの選び方とか労働者の連帯とか富の思いとか俺たちとは見てる世界が違う。ソノンにはどんな世界が見える？爆発、銃声、悲鳴、血。私も忘れられないよね。どっち、先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。はっ、嬉しいよ、ゾノ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ心強い。あ、あれ使えるかも。よし、行こう。下にあった装置より大掛かりだな。ってことはこれが究極マテリア？そっか。ああ、見えない。電気、電気、電気。違う、究極マテリアじゃない。な、何？くっそー、チーズじゃなくてマテリアよこせ。あたしにあったのは運の尽き。Thank you.
げえ。どう？奴らの目的は分かった？は、行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあいいわ、通信をつないでちょうだい。はっ。ご機嫌いかがかしら？戻ってのドローンでもらって怖いぞ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう懐かしい。私と遊んでいくわ。ホログラムなんかよりもっと面白いものを見せちゃう。何が目的だ？ヨード、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも行くしかないでしょ。同じ意見でよかった。ここは？あれは未完成っぽいよね。そう願いたいね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何をゆぶってんの？本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータイに私たちみたいなのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄、エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。げこれはね、私のアイデア満載の最強なカップにはテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてね。誰にも話せないと思う。貴様に敗退なさい。周りのやつらついた。もう掃除と行きますか。集まらんけっぶっつき一気に行くわよ。いえ、狙い撃ち。何をしている？
ざまか。兄さん、こんなところで何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず死んだは愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのよ。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが雨帯流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も思ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に来なくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？
しむといいわ。それじゃあ、あとはご自由に。ないよね、これ。対象の侵入を確認。これよりツビエートの戦闘テストを開始する。ものはない。ディープ何？僕と兄さんの遊びだ。そこどいてくれない？ダメらしいね。血を聞いてみただけ。さあ楽しみましょうか。邪魔をするのは。さあ続けましょう。
で決めよう。任せなさい。疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。
ねえバレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよねカーム。あ、だいたい一日ってところだな。あのね、私のお母さん一日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は一日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな。ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。どうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。あ、やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。トゥトゥルルトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥトゥ。一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指とーまれ。そうそう、そんな感じ。屋根ないね。
平気なのか。あれ急に不安。そりゃ腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。エアリス。